最近のおすすめのものをちょっといくつかご紹介いただけませんか。はい、ありがとうございます。もちろんありますよ。3月に出しましたこちら新商品のことづけ茶というんですが、中に健康茶が入ってます。サンフレンズさんが作っていただいて、今はゴーヤと柿の葉茶、健康茶ですね、が入っております。じゃあ開けますね。ことづけ茶です。こう開けるとですね、中にお茶が入ってるんですが、こんな風に出てきます。ことづけ茶というだけあって、ありがとうってことづけをしてくれるということなんです。パクパク動きます。こちらは、猫ちゃんになっておりまして、よろしくお願いします茶なんですね。こちらも開けるともちろんお茶が出てくるんですが、猫ちゃんが出てきます。今度猫がよろしくお願いしますって言うんですが、しばらく猫かぶってますがって書いてありますね。今度はこのうさぎちゃんですね。こちらもお茶が入ってまして、中身開けるとですね、お世話になりました感謝してますって言ってます。これありがとうさんっていうことにしました。はい、開けるといつもありがとうって言います。こう見えて感謝してますって言ってます。誰かモデルもいたんでしょうかね。そうですね、モデルいますね。私の上司なんですけどね、こんなヘアスタイルでしたね。こういう方が、まあ、もう市役所にいらっしゃった。そうですね、こうやってメッセージを伝えるっていうことづけ茶が新発売です。また3月は春の季節でね、お別れがあって出会いもある季節なので、ちょっと自分の気持ちをね、このお茶に込めてお渡ししていただけると嬉しいななんて思います。1つ200円です。はい、こちらのどら焼きなんですが、こちらがですね、普通のどら焼きとはちょっと違いまして、皮がもっちもちなんですよ。もちもちのどら焼きが作りたかったので作ってしまいました。なんという名前なんですか、これは。こちらね、大正どら焼きと言いまして、大正時代に流行った矢絣の模様の袋に入ってますね。2種類あるんですが、こちらの紺色の方は粒あんです。でこちらのピンクの方はクリアになってます。もちもちにするには何か技があったんでしょうかね。そうなんです、いろいろ調べましてね、いろんな粉を本当試してやってみて、2回ぐらいちょっとまだ納得できなくて、納得できるまでお菓子屋さんがね、大変苦労されたと思うんですが、もう何を入れたかはちょっとね、何って言えないぐらいなんですけど、とにかく私が納得できるもちもちさになったっていうどら焼きです。もちもちですよ。そのあんこもね、いっぱい入ってます。いただきます。こちらの皮ももっちり、あんこも美味しいですよ。そんなに甘くないですね。あ、甘みをちょっと抑えて、抑えた感じ、美味しいです。これね、さとちゃんのひな祭りなんですよ。昔薬局に行くとね、おまけでもらってた指人形なんですけど、こんな風に、ね、指人形ですけど、これちょっと昔の薬局やってた方からいただいたので、あまりにたくさんあるのでおひなさん待ち来て飾ってみました。かわいいでしょ。こっちがさとちゃんで、こちらは妹のさとこちゃんだそうです。大正村のひな祭りと同じぐらいまで4月21日まで展示します。